はい、こんにちは、さち先生です。今日はみんな悩んでいる花の描き方についてご紹介したいと思います。よろしくお願いします。花についての困りごととして、だいたいこの鼻の穴が嫌って言うと、まあ、形が難しい、一番難しいかなっていうのと、まあ、あと、書くのがね、ひらがなの句みたいな、ワンパターン、それだけになっちゃうよ、もうちょっとリアルに書きたいよっていう声を受けて、まあ、リアル目だけど形がしっかりわかるけど可愛い、そんな花の描き方を紹介したいと思いますので、手元カメラでご覧ください。どうぞ。はい、では花の形の基本から見ていこうと思います。これはうちのお父さんの、お父さんというか主人の、似顔絵を描いたものなんですけど、こういった大人の、特にうちのお父さんなんかは、鼻筋がすごくはっきりしていて、でしかもちょっと、矢印のような感じの、こんな感じのね、形をしています。こうなってるわけですけど、で、多くここが一番高くて、その下はこうキュッと下にくぐり込むので影になりますよね。こうやって鼻筋があって、見てわかる通り鼻筋というのは、一本の線じゃなくて面なんですね。この面なので、ちょっと横向きとかで描くと、例えば、こっち向きとかで描くと、これは実はこうなってる、こっち側ね、鼻筋はこっち側のね、片方を描いてるんです。本当はうっすらこうあってですね、なんなら鼻の穴がこうお父さんなんかすごいはっきりあって、ちょっと下から見ればこうやって見えるんだけど、まあ、それより、まあそれも塗ってもいいんだけど、このてっぺんからこうキュッと入るから、その下が全体が影になるから、そんなにここの影一生懸命描かなくても、まあここを描くぐらい。これぐらいで十分立体的だし、形がわかるわけですね。なので、よくある、じゃあこういう風だとしても、こう鼻の穴を一生懸命描いてガーってこうやって描くと、結構鼻ってあかっこ悪いなってなっちゃうじゃないですか。でもそれに影を鼻の一番てっぺんから下にかけてのこの影に注目してあげるだけで、結構かっこよくなるんですね。はい、これは大人の例です。で、しかも矢印みたいな鼻の場合で、一方で例えば私なんかはすごい断固鼻、2015年が断固鼻なんですけど、今度はこれはこっち向きかな、例えばちょっとこんな風、団子花の場合はやっぱり団子のようにくるっと丸く描きますよね。こんな花、自分の花だから簡単に描けちゃう。こんな花の場合も、特に女性はね、あんまり花の穴一生懸命描いてほしくないから、やっぱりこれもこうやって影を描いてあげれば
鼻の穴を目立って隠す必要がなくなる。鼻筋も、復習ですが、実際はこうやってあるんだよね。こうやってあるんだけど、向いてる方の鼻筋を強調して書いてあれば、形が分かるので伝わるので、こっちも書く必要はないです、ね、こっちもだいぶ横向いてるように書くと、こんなかな、こんな感じになるかな。この場合も緩やかにこう仮にしてあげれば、そんなにかっこ悪くなく描けると思います。はい、で、あと鼻筋って鼻筋と、あとこれが小鼻って呼ばれるやつね。ここが小鼻なんですけど、じゃあちっちゃい子、次男くん登場してもらいましたが、ちっちゃい子の場合、鼻筋がまだそんなに発達してないです。まだできてないのね、あんまり鼻筋のこの骨が、骨っていうか鼻筋が。なのでその場合はよく漫画であるこういう鼻とか、こういう風でもいいんだよね。わかりますで、まあ影してあげてもいいけど、このまま、あるいはちょっと角にしても、この小鼻とこのてっぺんを描いてあげて、あとここちょっと影にしてあげる。これだけで十分しっかり描いてあるように見えますよね。ポイントとしては小鼻の、線を描く。で、一番高いところどこかを見つけてあげて、で、ここの形だけよく見てあげて、で、影を描く。鼻の穴が例えば見えていても、こんな感じか、こんな感じに見えていても、この下の線を一生懸命描かなくていい。どうせこう皮膚とつながってるんで、ここは無視してよくて、ここの上からちょこっと塗ってあげるのと、こう影にする。これを例えばここが肌、一番明るい色で、肌色で、でちょっと濃い、ちょっと少し茶色を入れたようなとか、黄土色を入れたようなので、素材は塗ってあげるといいと思います。はい、いかがだったでしょうか。鼻のトップからの影を描いてあげることで、鼻の穴がそんなに目立たなくなるから、結構可愛くなるっていうことが分かっていただけたかと思います。ぜひ手元で、ノートとかに書いてみて、試してみてくださいね。この動画良かったなと思った方はグッドボタン、高評価お願いします。チャンネル登録もして、人物、次は今目と鼻やったから、次じゃあ口やろうかなと思いますので、お見逃しなくご覧になってください。それではまたね。ありがとうございました。